皆さん、こんにちは。米大リーグドジャースの大谷翔平投手が日本時間15日、インスタグラムのストーリー機能を使い、長身の女性と寄り添った写真を投稿した。球団公式 X でも2ショットが公開され、画像説明では妻と表記。深夜の日本が騒然となったが、一部で大谷の奥さん大谷の母親に似てる、と指摘する声が上がっている。ドジャースの開幕戦の地、韓国に向け、搭乗する飛行機をバックに大谷は妻、と寄り添い、笑みを浮かべた。自身のストーリー機能を使って公開した写真は瞬く間に反響を呼び、とりわけ初めて披露された夫人に熱視線が集まった。中には、大谷の奥さん大谷の母親に似てるの声も。これまでメディアを通じて公開されていた大谷の母と雰囲気が似ているとの指摘が相次いだ。奥様の雰囲気がお母様に似ているんですよね。素敵やん。めっちゃ似てる。どっかで見たことある顔だと思っていたら、納得。男性って、母親に似た人を選ぶよね。飾り気がなくて、すごく素敵な方。本当に似てらっしゃると思います。男の人ってお母さんに似てる人が理想の女性なのかな？男はやっぱりどこかお母さんの雰囲気に似た人に惹かれますね。X 上にはこうした声が溢れ、共感の輪が広がっていた。大リーグドジャースの大谷翔平が15日、開幕シリーズが行われる韓国入りを前に自身のインスタグラムを更新した。ドジャースの球団公式 X も写真を投稿し、大谷の隣にいる女性を妻と紹介した。妻はバスケットボール選手として活躍した田中真美子さん、27だ。中学から高校、大学、社会人とバスケットボール選手として活躍。早稲田大学3年生の時、一巡引用府17年ユニバーシアード台北大会に出場。決勝でオーストラリアに78対85で敗れたものの、50年ぶりの銀メダル獲得に貢献した。その後、東京五輪の日本代表を目指したが、あと一歩届かなかったとはいえ、トップアスリートとしてだけでなく、人間的な評価も高い。総大の先輩が1年生時代のエピソードを明かしてくれた。入部当初は様々な雑務があるんですが、決して嫌がらず、重いものを運んだり、大声を出して応援したり、先輩たちのサポートをこなしている姿が印象的でした。好感度が抜群だった、と OB が続ける。早稲田のセンター、攻守にわたり最もゴール近くでプレーする選手は、なぜか代々、美人揃いという定評があるのですが、彼女もその一人。勝負を分ける重要なポジションを冷静沈着にこなすつつましいタイプでしたね。自分をしっかり持っていて、先輩、同僚、下級生と上手にコミュニケーションをとっていました。さりげなく、周囲に気配りするタイプでしょう。さらに、大学関係者によると、当然のことですが、スポーツ推薦で入学しても学生としての本分を尽くさなければならない。授業に出て、試験である程度の点数を取らないと試合はもちろん、練習にも参加できません。彼女は特別に成績が優秀だったとは言えませんが、コーチ学などの講義を興味深く、熱心に聴講していたと聞いています、と勉学にも勤しんでいたという。真美子さんの兄、新一さんは現在も、ラグビーリーグワンリコーブラックラムズ東京でプレーするトップアスリートだ。大谷の結婚報道が出た直後の3月2日、東京サントリーサンゴリアス戦に出場しなかった新一さんは、チームメイトの応援のため、スタンド観戦。妹の結婚に対する直撃取材に、新一さんは明言を避けたが、仲間と談笑している時には、超ビッグすぎる義理の弟の誕生に、喜びが隠せなかったようだ。昨年3月、野球の世界一を決める、ワールドベースボールクラシック、WBC、で侍ジャパンのチーム内で流行った、ペッパーミルポーズ、らしきパフォーマンスをしながら談笑する姿もカメラに収まっている。大谷は今季から新天地ドジャースに移籍し、真美子さんとの結婚も発表。韓国での開幕戦を前に新妻も堂々と公開した。一歩引いて献身的に支える妻の存在を力に変える大谷のプレーに今季も目が離せない。しかし大谷は相手の個人情報は公開しなかった。大谷は一緒にいて楽しく、
なんとなくずっと一緒にいるところを想像できた、と結婚を決めた理由を伝えた。また、ドジャースとの契約の判断に彼女は全く関係がなかった。彼女は私の意見を尊重してくれていると話した。投打で活躍する大谷は日本を超えて米メジャーリーグでも最も注目される選手になった。今季を控え、世界スポーツ歴代最大規模となる10年7億ドルでラドジャースと契約した。MLB.com は、大谷はもう FA 市場にも結婚市場にも残っていない、とスーパースターの結婚を伝えた。大谷本人はキャンプ地のアリゾナ州で1日に応じた囲み取材でお相手について、日本人の方ですね。至って普通の人、と話したが、普通の人と言って良いのかどうか、と前室のテレビ関係者は語る。あえて名前は出しませんが、メディアがあのアスリートのお相手の名前を報じたことが不幸な結果を生んだ原因と、袋叩きにあったのがつい巫女背ほど前のことですから、皆さん慎重になっています。しかし目星はついています。元女子バスケットボール選手の A さんです。ネットでも話題になっていますよ。確かに SNS 上ではすでにお相手の本名が飛び交っている。東京都出身で現在27歳というその女性のプロフィールは、早稲田大学バスケットボール部所属時の17年には台湾で開催されたユニバーシアードで日本代表として銀メダルを獲得し、卒業後は女子実業団トップリーグ、W リーグの富士通レッドウェーブに入団、21年にはヨルダンで行われた、ヒバ女子アジアカップ2021の日本代表に選出されたという実力派だ。23年に現役を引退したが、しばしば美人バスケットボール選手としても紹介されていた。A さんの身長は180センチメートルあるのですが、日本にいた頃に好みの女性を聞かれた大谷選手は、背が高いスポーティーという趣旨の発言をしているんですよね。私たちが A さんに注目しているのはもちろんそれだけではありませんが、少なくとも2つの条件はクリアしています。A さんが SNS から離れたことに注目するメディア関係者もいる。芸能関係に詳しいネットニュースサイトの40代男性デスクだ。昨年現役を引退し、インスタグラムのアカウントも削除したんですよね。大谷選手は記者の質問に、婚約したのは去年、と答えていましたが、その時期と一致するのではないかと。近況を探られたり、大谷選手との関係を突っ込まれたりするのを避けるために、インスタのアカウントごと削除したんじゃないかと踏んでいるんですよ。ネット上にも A さんのインスタグラムのアカウント削除を理由に彼女が大谷のお相手だとする書き込みが散見される。アカウントあるのにノーポストだとかえって疑われるしね。いきなり近況を投稿しなくなって怪しまれるよりアカウントごと消しちゃった方がいいって考えたんじゃないかな。前室とは別の40代の男性ネットメディア編集者はSNS 上に拡散している、ある動画の検証を挙げる。X にその動画と A さんの写真を並べたポストがあるが、確かに似ている。大谷選手本人の口から出ていない名前をメディアが先に出すわけにはいきませんから、確定報道はしませんが、私は、決まったな、と思っています。さらにユニークな点を指摘するのは、大手週刊誌に執筆経験のある50代の男性ライターだ。ネタを仕込んでいる時に発見したんですが、ドジャースが大谷選手の獲得を発表したのが12月11日、A 子さんの誕生日も同じ日なので、球団側が大谷と A さんに敬意を表したのでは、なんて話もあります。こちらはいささかこじつけに近いとも思われるが、あの手この手でメディアが大谷のお相手の特定に動いている必死さが伝わってくる。いずれにしても昨年の婚約からここまで、マスコミに一切情報を漏らさず自身の口からの発表にこだわった大谷。そんな大谷スタイルが今後の著名人のトレンドになるのは間違いなさそうだ。前日、自身のインスタグラムで結婚を発表した大谷は、妻の個人情報は明らかにしなかった。このため妻の正体をめぐり多くの推測が乱舞していると、日本メディアは伝えた。過去に大谷と交際説があった元日本卓球代表選手、モデル、アナウンサーなどの複数の人物に言及されているが、メディアは業界内で
有力候補として知られる女性は別にいると報道した。この報道によると、この女性は元日本女子バスケット選手だ。身長が180センチ台で、中学生の時にバスケットを始め、名門私立大学出身だ。世界を舞台に活躍したことがあり、モデル活動の経験もあると紹介した。この女性は昨年、実業団を引退して米国に渡り、インスタグラムのアカウントも削除したという。現地ネット上では、この条件に合う女性は元日本バスケット選手の田中真美子、28だと推測されている。田中は早稲田大出身で、2019年から日本女子プロバスケットチーム、富士通レッドウェーブでセンターとして活躍した。2021年8月に日本代表チーム候補に選出されたが、2022-23 シーズンに現役を引退した。また、大谷の練習の映像で田中と見られる女性が映っているという主張も出てきた。ドジャースのキャンプで撮影されたと見られる映像で、ある女性が大谷が練習する姿を見ているが、この女性が田中ということだ。田中が大谷の理想に合う点もこうした推測を後押ししている。大谷はこれまで背が高く誠実で前向きなエネルギーを持つ人が理想だと明らかにしていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。